都営バス、練馬支所。都営バス、練馬支所は、東京都練馬区という玉上の千川通り沿いにある、都営バスの営業所、支所である。池袋駅、新宿駅周辺から、練馬区東部にかけての地域を担当している。正式名称は、東京都交通局北自動車営業所練馬支所で、営業所記号は F を用いる。ナンバーは、練馬である。 練馬区を通る箇所は白61、池65系統の練馬車庫や練馬駅、及び豊玉北周辺のみである。練馬車庫を発着する系統については、行き先を判別しやすくするためと、国際工業バス、練馬営業所、西武バス、練馬営業所の混同を防ぐために、練馬車庫、桜台の行き先表示で運行される。特徴としては、内の支所の中で、 唯一の直営の車庫である。新宿駅西口から山手線内の新宿空牛め、文京区、関口、目白台地区へ向かい、目白駅前で山手線の外に出て、練馬方面を目指す路線である。二十一系統として設定され、豊島園までの運転であった。九百七十二年に白十一系統となった。乗客は目白駅を境に入れ替わる傾向にある。 新宿駅西口目白駅前間は南北方向の交通が希薄な牛込地区、坂道の多い目白台地区などから両駅への貴重な交通手段であり、また、目白駅前から下落合、中落合地区から南長崎2丁目にかけても池65系統とともども利用者が多いようである。また、百七十七年十二月十五日に橋十八系統、 工術を短縮した白61オツ系統が営業中は白61高系統として営業されており、方向膜にもはっきりと、コうと表示があり、区間便の練馬車庫江戸川橋便も多く運転されていたが、こちらも運転区間こそオツ系統と同じであるが、こちらの方向膜もはっきりとこうの文字が表示されており、当時は、こうを釣両系統とも、練馬車庫業、 977年12月15日をもって、豊島前行は廃止となったとなるので、白61公江5田2股経由練馬車庫と表示されていた。白61オツ系統の方向幕には、白61オツ練馬区役所前、経由練馬車庫と表示されていた。1977年12月15日までは、新宿駅西口から新宿駅東口、 新宿追い分け経由で運転されていたと1972年12月1日、現在の当時の路線図に記載されている。プロムナード時には、三高町まで安国通り経由。一旦、新宿通りを四谷四丁目交差点。停留所名は、新宿御苑前まで行き、市ヶ谷福町の停留所へ出てきていた。廃止が予定されていた新宿営業所の草79。 系統が1979年11月23日に、都営地下鉄新宿線の開通に伴う路線の整理で廃止になるために、厚生年金会館、現在の新宿一丁目北、花園町経由の靖国通り直進に変更された。南長崎二丁目エゴタ二股の一部が一方、通行であることから、練馬車庫行きと練馬駅行きは、落合南長崎駅、新江ゴタ駅、 目白通り経由となり、新宿駅、西口駅と離れて運行されるのも特徴であ。早朝、夜間に山吹町行があるが、折り返しは江戸川橋始発の練馬車故行となる。午後にはホテル椿山荘東京目白駅を運行する折り返し便が運行し、ホテル椿山荘東京構内まで運行する。 長年、目白駅とホテル椿山荘東京を結ぶメインのアクセス手段の役割を担っている。また、目白駅椿山荘の間において新宿発の便が満員だった時に補助になることもある。2004年より池袋駅への無料シャトルバス、国際工業バスによる貸切運転が運行されるようになった。目白駅始発のホテル椿山荘東京業の出発場所は 折り返し場が山手線の線路際にあるため、目白駅前の停留所は、学習院大学の向かい側の河村学園の前から出発となる。新宿駅、西口港も目白駅停留所の次は、目白駅前、河村学園前停留所に停車する。寝る間車庫前から、目白駅便は、目白駅発着系統の出入口に用を兼ねたもので、 学齢後の出入庫便は、日本女子大急行日が運休となる。朝設定の目白駅業は、白61折り返し系統として運転される。2013年4月1日より一部の便が、練馬車庫から練馬駅まで延伸されているが、大半が練馬車庫泊まりのままで、下りの桜台駅の停留所は設置されず本数は1時間に1本と、少ない。 上り新宿駅、西口港での練馬駅と桜台駅の停留所は、新港62系統と同じものを使用し、下りの練馬車庫、練馬駅業は、池65系統池袋駅、東口行きと、急新港62出庫便が使用していたものを使用している。その後、同年9月30日に、新港62系統が廃止されたため、現在、都営バスで唯一、 練馬駅へ乗り入れる路線となった。江戸川橋折り返し便が2013年、平成5年、増便された際に一停留所先の山吹町まで乗車可能の便で、一部の方は、元新橋駅と島園を走行の橋68、系統の短縮のために、経路が練馬区役所前から、西落合山頂目目次駅前ご告示。 江戸川橋であったので、白61高系統の経路を練りましゃこへごた。二たまた目白駅前日本女子お前江戸川橋で、あるので、白61オツ系統の復活と述べられる方もおられましたが、間違いであることをお知らせいたします。池袋駅東口から明治通りを千歳橋まで南下した後、目白通り、新大梅街道を、哲学道公園、中野区へごた。 練馬区豊玉中方面へ精神する路線である。新大梅街道沿いのやや鉄道利用が不便な地域をカバーし、利用客は多いが、江ごた二丁目付近では、中野駅方面へ向かう関東バスや、京王バスも走っている。戦後すぐに二重系統として改良し、池袋豊島区役所へ、練馬方面は、桜台駅前から、線川通りを左折して、練馬駅前を経由し、 白六十一、橋六十八と共に、豊島園まで乗り入れていた。1973年、昭和四十八年に、豊島区役所乗り入れを廃止、続いて、第二次再建計画に伴う路線再編成で、豊島園乗り入れを、他の系統ともども廃止。下りの終点を、丸山一丁目と練馬車庫古行とし、さらに1978年、 昭和53年の追加再編成で、丸山一丁目、江ご二丁目間の新大梅街道、直進部を廃止すると同時に池袋サンシャインシティへの乗り入れを設する。だが、乗降客が定着しなかったこと、サンシャインシティ構内への乗り入れに支払う賃料の観点から、1982年、昭和57年の第三次再建計画に伴う路線再編成で廃止され、 現在まで続くルートが完成した。長く、練馬車庫と池袋の全区間運転を主流としてきたが、国立療養所中野病院、現、国立国際医療研究センターの廃止などで、客足が減り続けたため減便が続き、現在は、江戸田二丁目止まりがほとんどである。大江戸線開業によるダイア直しは行われているが、白十一と隣接しているとはいえ、 練馬区南部、中野区北部と、目白駅前を別ルートで結び、乗り換えなしで、池袋駅東口へ向かうことができるため、現在は黒字路線で、需要は大きい。江ゴタ1丁目付近には、関東バスの丸山営業所があるが、営業所前のバス停に停車するのは、関東バスと、京王バス東の各系統、関東は丸山営業所、京王は丸山車庫のみで、 都営バスは停車しない。また、中63系統が運行されていた時は、池65系統として、練馬車庫江戸谷に目間を営業運行していた。現在では、上りは朝の出航と昼頃に休憩を終わった、乗務員の出航、交代した、乗務員の出航が昼から14時までで、下りは11時頃から昼前くらいまでの乗務員の交代、休憩。 バスへの給油のための入庫と夜の就業のための入庫のみに減っている。以前にあった C 台のリフト付きバスが統計等の専用として一部ダイヤが固定されて運行されていた時期があったが、その折国立療養所中の病院南口、豊玉中一丁目間に存在した江戸田側の下、徳田橋の量制限に引っかかり運行不能なため、この車両のみ、 江ゴ田2丁目、豊ヨタ中2丁目を新大梅街道を、江ゴ田4丁目まで直進し、江ゴ田4丁目交差点を左折。江ゴ田川は、中洗井橋を渡るという慶応の中91.92、系統と同じルートを走行し、この区間内にある、江ゴ田3丁目、国立療養所中野病院南口、現、合同住宅前、豊玉中1丁目の各停留所は、通過扱いとなっていた。 高年橋の補強が済むと、この車両も通常ルートを走行するようになった。旧系統番号は、学バスを表す50番内の55系統として、設定され、以前は、椿山荘の目の前にある、独協学園行き、学齢号つもあったが、英団地下鉄、現、東京メトロ有楽町線の開通時に、日本女子大打ち切りになった、後日。現在は、 目白駅前、川村学園前から日本女子大学校内まで運行される。関係者以外も乗車可能で休校日は運休する。日本女子大前停留所は白61系統などが通る目白通り上にも専用の停留所ある。また、小学校の児童の利用もあり、小学校は女子大の向かい側なので、児童は大学を出発し目白通りを折り向きになった。 ところで下車する。これは、目白通りを渡らせるのが危険であるということで、行われている。他の特色として、朝の日本女子大前発目白駅前行に限り、目白駅に向かう通勤などの利用者が多いので、白61折り返し系統の一部として、一般運行となる。千十八点四のダイヤ改正により、日本女子大校の新設、学齢後の終日循環系統となり、 日本一短い系統ではなくなった。55系統として設定され、1972年、昭和47年に、学バスの系統番号を与えられて、学齢5系統となった。英団地下鉄有楽町線の開通に伴い、日本女子大学への輸送に一本化する形で、日本女子大と独協園の間が廃止になった。学校名と定留署名の独と独で違っている。 なお、同じ独協学園でも、独協大学は1964年、昭和39年の創立当初から、埼玉県草加市にキャンパスを置いており、この路線とは一切関係がない。現在は、白61系統に統合されている。王子駅から o 40平系統として、宮城地区を循環運行する。王子駅までの出入庫は、o 78系統。 王子駅と与多摩北として行っていた。当初は北営業所の担当で王40おつけいとうを名乗っていたが、1988年、昭和63年の練馬への移管と共に王40、平景棟となり、同時に開設された、豊島循環が王40おつけいとうを名乗るようになった。1992年、平成4年4月1日付で、北営業所へ再移管された。 練馬営業所練馬支市所で都心部へ直通していた路線の一つであった。8系統として設定され、1972年に系統番号整理で8 68系統となったが、長距離のために次第に乗用車が増え出すと、交通支部などで定時運行が困難となり、交通局第二次再建計画に伴う路線再編成で、槍玉に上げられる。 1977年、昭和52年12月15日限りで江戸川橋と新橋駅の間を廃止、白61を付け当に変わる。これに伴い、当時の白61は白61港となった。従来の白61の方向幕には、江戸川橋折り返しの区間便も含め、白61港と表示された。 白61号系統の練馬車米寺路第3丁目、江戸川橋折り返し便については、さらに追加の路線再編成により、新宿駅、西口駅を基本とすることにし、1979年、昭和54年11月22日限りで、江戸川橋内切り便は廃止された。白61四つ系統の五国寺、練馬区役所前経由の倉前駅の方向幕には、 白61四つ練馬区役所前、経由練馬車庫と表示されていた。なお、橋68系統は、練馬区役所よりで入庫していた。白61高系統の、単なる、折り返し系統でたる江戸川橋行きとは異なり、白61四つ系統は、経路が違っていたが、時折白61高系統の江戸川橋、折り返し便の車両が白61四つの表示を出して、 走行しており、白61高系統の折り返しが白61、オツ系統であると誤認してしまう、利用客も叩いた。2013年、平成25年に、練馬車庫からの江戸川橋、山吹町折り返しが再登場。江戸川橋で折り返す便が復活したが、これは34年ぶり白61高系統の折り返し便復活であり、 白61をつ系統が復活したわけではない。1959年、昭和34年3月1日付で132系統として、新宿駅西口発着で運行を始め、当初は西武自動車、現、西武バスと相互乗り入れを行っていた。1972年、昭和47年の系統番号再編成により、宿62系統に変わる。 翌1973年、昭和48年6月10日限りで、西部バスが撤退するが、路線改変は実施されず、都営単独で継続される。目白5丁目停留所のある目白通りと山手通りとの交差点である南長崎1丁目交差点から、山手通りに入り、現在の西部バス、宿20系統と、同経路を走行していたが、 新目白通り開通後は中落合4丁目経由に変更された。ダイヤは単に西武バスが抜け、その減少分を増便しなかったため混雑が増したが、赤字額が高い路線であった。バスの運転時分は、豊玉北6丁目交差点、西落合1丁目の交差点、中野坂上、茂子坂下交差点の平日朝、新宿方面がほぼ必ず渋滞していたがダイヤは、 定時通りだった。西武バスや土20系統と共通定期券を発売し、新宿中落合まで、どちらにも乗れたが、最初の頃の新宿駅西口の乗り場は別々で、利用しづらかった。1985年に、大泉学園駅や原小学校及び、練馬総合体育館中村橋駅入り口間が、狭い休道を走るため、中型車、 日産ディーゼル PRM80G が投入されたため混雑に拍車をかけたこともあった。1996年の廃車後は再び大型車での運行に戻ったが、1997年、平成9年12月19日の都営地下鉄12号線、現、大江戸線新宿延伸開業により、地下鉄と重複する新宿駅西口江原町に丁目間を廃止し、 新江古田駅前が起点になったのは地下鉄乗り継ぎのためと当時は練馬駅北口ターミナルが未完成2003年4月1日に完成のため乗り入れることができなかったためである新江古田駅前起点となった直後から新江古田駅前で都営地下鉄12号線と新江六十二系統2を乗り継いだ場合 バスと地下鉄の合計運賃が割引になる制度を実施してチケットを配布し、それが証拠としていたが、もともとこの地下鉄開通時には70歳以上の乗客が使用できる東京都シルバーパス使用者が多かったことと、このチケットを受け取る方法がわからない乗客が多かったこと、短縮前より割引をしても結局割高な,なこともあり、浸透せず1年で廃止された。また、 大泉学園に駅前、三原台、八原、練馬区役所前付近から、新宿駅直通という唯一の利点を失ったことで、乗り返しという唯一の長所がなくなり利用客が激減していき、ダイヤ改正ごとに本数が減少していった。2005年の改正で、利用客の少なくなった新江戸駅前練馬駅間の運行本数が約1、3にまで減回されいき、 大泉学園駅前練馬駅の折り返し便が多くなっていた。2009年4月1日には、と、バス委託となり、杉並みに移管された後、2013年、平成25年4月1日付で、西武バスが同一ルートの新行線を創設したため、事実上以上の形で、大幅、減便となる。そして、同年9月30日限りで、都営バスとしての運行を終了した。 交通局第二次再建計画に伴う追加の路線再編成により1979年昭和54年11月23日付で小滝橋営業所の橋63系統を分割し誕生した路線国立病院医療センター構内国立病院医療センター正面玄関そばを奇終点とし状況によっては発車まで バス車内で座って待つことが可能であったり、わざわざ、大久保通り上の橋63、京都大久保駅行のバス停まで徒歩で往来せずに、済む、などのメリットがあった。しかし、分断で都心まで直通しなくなったこと、国連中野駅南口の京王バスと北口の関東バスの両方のターミナルに乗り入れなかったこと、中野駅北において、京王帝都電鉄の練りませんや、 関東バスのネりませ線、モロ線といった、並走系統と歩調を合わせ、ダイヤが組まれないなどといったデメリットが多く、乗客数は伸びなかった。それに加え、京王帝都の初台線、関東バスの野方線が、中野駅から東中の二丁目内市は、大久保駅前まで重複していて、こちらでもダイヤがうまく組まれておらず、団子運転状態になってしまっていた。この結果、 本系統は不採算と判断されて1988年、昭和63年10月15日限りで廃止された。これにより、京王帝都電鉄は国鉄、現、JR 山手線内へ入り込む路線の運行が、なくなった。1966年、昭和41年に堀の内営業所、現、杉並市所の単独所管で開設。志村営業所を経て、 杉並営業所に戻されていたところに、1988年、昭和63年に、練馬営業所が参入して、共管となっていた。その後、鳩が住宅に伴い2003年3月31日を、もって、杉並支所単独に戻され、同時に、入出庫系統であった豊玉北発着が廃止された。大子駅豊玉北便は1992年まで、当時練馬担当だった。 O40 平型等の出入小便も兼ねていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。